翼の計画です。はいはいはい。りょうくん。翼の計画は思い入れがあるな、ね、うん。結構ハワイ三昧だったんだね、あの時ね。これはだからハワイでスカイダイビングした話ですよ。やりましたね。スカイダイビングしてウェイクボードやって。やりましたね。そう、そのスカイダイビングの経験をちょっと歌詞にしたい、ね、挙手して俺に書かせてくれなんつって書いた歌詞でもあって、そうでしたね。これはライブでもよくやるよね。そうだね。でもこれはやっぱ長尾ワールド全開というか、うん、その長尾メロディーのもう集大成みたいな曲だと思いますね。某航空会社のね CM に落っこち上がりまして、でも化粧品のね、え、なんかついたんだっけ、ワンちゃん出たやつ、あ、CM 流れたのこれ、うん、あ、そうなんだ。 CM の曲に使っていただけた曲です、ね、そっか。もう俺たちもうね、翼の計画なんて言うぐらいでねえその航空会社のことしか考えてなかったんですけどね作ってる時は。でもなんか人生うまくいかないなっていう感じでまあしかしやっぱ曲が強力なんで、いまだにライブでもねみんなを黙らせちゃうぐらいの説得力が、うんうん、この曲にはあると思うな、ね、うん。これを書かないもう一回、もう一回俺も、もう一回もう一回いきましょうかね。1、2、3。アスファルト吹き抜ける風受けて何か見失った、いつの日か笑えない毎日か僕ら悩ませた一人、違う待って一人でごめん、長尾さんに今翻弄されてます。そう、転調です。これ転調、どう言ったっけな、ごめん、ちょっと待って。1、2、3。アスファルト吹き抜ける風受けて何か見失った、いつの日か笑えない毎日が僕ら悩ませた一人いい曲ですね、うん、久しぶりにやるとやっぱ忘れるね、やっぱね、なんだ、そうだそうだということですね。次、はい、次です。構造改革。構造改革、皆さんこの構造改革って言葉知ってますか、当時ね。あ、そうだよ、日本政権がなんてなかったらで、そうそうそう小泉政権誕生の時じゃなかったでしたっけね。懐かしいですね。そうだよね。まあそういうこともあってね、えあってっていうか構造改革。この音程ですよ、ね、普通はどこなの、本当は、まあ本当もないけどこうだね、うん、最初に弾いた方は、うん、でもこの気持ち悪い感じが癖になるよね。これをねブルーノートって言うんですよ、うん、ほらブルーノート東京とか言うじゃないですか。そのブルーノートっていうのはそのブルースで用いる音階なんですよね。あの普通のスケールで言ったら軽感音なんだけど、それを強調することによってその
不安定な気持ちになっちゃう音というかね、うんうん、そうだね、うん、そのブルースを強調する音程というかね、音階、うん、ブルーノートです。それでできてるリフなんだよね、うんうん、まあでも当時の Do As Infinity ではありえなかった楽曲で、なんか大君もうん、俺たちもそのカメラさんもなんかしてやろうっていうね、うんうん、のが本当によく見える曲ではありますね、うんうん、ライブでもねこの曲は場面が変わるね、うん、効果的な後半の1曲目とか ね、 なんかね効果的だよね。でも当初ねこれを1曲目にねしたかったんですよ僕たちは。そうでしたね、うん、ありましたね。そうこうやって驚々しくガッツのある感じで始める計画で作ったんだけど、まあ、私たちねレコード業界の、ビジネスマンでも あるわけでございましてね、当時視聴機というのがレコード店に、置かれて、ね、聞いて買うのが当たり前になった時代で、その時に1曲目に入ってる曲がシングルじゃなかったら売れないっていうね、うん、もう会社のまあ俺それはその当時思います、餅は餅屋だなと、うん、まあ死の物の言うよりもやっぱり売る人に任した方がいいんじゃなかろうかと、うん、まあでも任して正解だったってことですね、うん、まあ、でも音楽的にはなんかこの構造改革みたいので始めたかったなっていうのはありますね、うん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 、いろいろ思い出されますね。な、うん、次恋乙女。これダメ どんだっけダメ、もう全然覚えてない。ダダ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 、マンさんの声に非常に合ってますね。懐かしい、これ今度やろう。おうね、いいね。いい声、ね。そうだね。そうね。才妙とかね、ああ出てきて。白のちぎった色とりどりの。いろはにほへとちりぬおわかみたいな感じだよね。あ、これ懐かしいですね。今度やりますこれ。はんなり、うん、これ新地、新地かよこ、うんうん、はい、あーなるほど、これ JR のあのなんかほら三島物語とかで使っていただいたらいいですね。そうだ、今からでも遅くないですよ、うん、ねえ、ウィークウィーク懐かしいね。これ CD もっと早いんだよ。カモン CD 早くないもん、ちょっと。あ、でもそうでもないか。ほら、バッチリテンポだよ。ボックスでも弾けない。なんかいいことあったんですか。ないですね。もう声仕上がれてあんまいいことないです。これもいいメロディーなんだよな。あんまりねない積みだけどすごくキャッチーに聞こえるメロディー、このリフ残るよね。残る。すごいねクレバーなあの音遣いですね。これ当時から僕も素晴らしいなって思った記憶があります。ここのとこ、ここはすごい。タラタラララタラララララ。うん、これはいいメロディーですね。ドゥアス初の数え歌の。お、数え歌。あ、月火水。ああ、なるほど。これはね、そうだね。月火水木金土の働く OL さんとかをね、うん、テーマにした。うん、だからチャリ乗ってなんか。そうだね、女性にフォーカスしてね、うん、亀田さんとかも出てくるみたいな、
出てきてね。あ、そうでしたね。あれはね、あ、今は亡き麻布のね、オンエア麻布スタジオで撮って、うん、カメラさんと川助さんとね、うん、みんなでレコーディングしてる飯田さんもねいたかな。ね、うん、懐かしい。あの時の亀田チームのメンバーとやったなんかリハ、うん、あのリハーサル風景みたいなね感じで、うん、レコーディング風景か。レコーディング風景、うん、ね、嫁は三つ星というドラマの主題歌でね、はい、ウィークもね、やる時はやるけどやんないとやんないって感じなんで。そうね、最近やってない、ライブの定番になってたりもするから、ね、みんなこうやってワイパーしてくれて、そうそう、うん、ね、ワイパーで腕が太くなりましたって手紙に書いてありました。あ、本当ですか。嘘です。どう次、はい。